料理に興味津々の女の子が親子で作れるイケてるレシピに挑戦。イケメシ。今日は鈴木先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日作るのはバナナの美味しさが楽しめる、せーの、こちらです。バナナとチョコレートは相性抜群。滑らかで程よい甘さのチョコバナナムース。材料です。チョコレート 100g、 完熟のバナナ 120g、 牛乳や生クリームなどをご用意ください。まずはチョコレートからです。今日はミルクとダーク半々で使いますが、お好みの割合で準備してください。では小春ちゃん、細かく刻んでもらっていいですか？はい、はい、ここで今日のイケメンシポイント。今日のポイントはバナナをビニール袋に入れて潰すところです。では小春ちゃん、こちらをよく潰してもらっていいですか？はい、はい。完熟のバナナ使ってるので手でもね、簡単に潰せると思います。ビニール袋で潰すと洗い物も出ませんし、お子さんでもね、こう楽しく作業してもらうことができますね。と、完全なペーストではなく、ちょっとつぶつぶ残ったぐらいにとか、お好みの加減に仕上げられるのもいいかなと思います。はい、では牛乳を今温めてますが、鍋肌から小さい泡プツプツプツと出てきました。これで大体60度ぐらいかだと思いますので、ここに水で戻したゼラチンを入れて溶かしていきます。今火は止めている状態なので余熱で溶かしますね。ゼラチンはグラグラ沸騰させると固まる力が弱まったり、動物性の嫌な匂いがしたりするので、沸騰させないように気をつけましょう。ゼラチンが完全に溶けたら、こちらのチョコレートの方に注ぎます。これでチョコレート溶かすんですけども、ちょっと30秒ぐらい待ってからかき混ぜてあげるとムラなく綺麗に混ざるので、一旦ストップですね。じゃあ30秒ほど経ちましたので、これ優しく混ぜていきますね。ではこちらに先ほどのバナナを入れますね。全体を混ぜ合わせてください。はい、はい、ではこれを氷水に浮かべて、とろみがつくまで冷やしていきます。はい、ではこれぐらいとろっととろみがつきましたので、七分立てにしてお砂糖を加えた生クリームと合わせていきますね。こちらに入れます。じゃあ優しく混ぜ合わせてください。はい、はい、しっかり混ざったので、これぐらいよく混ざったらば、お好みの型に入れて冷蔵庫で冷やし固めてください。バナナとチョコレートの美味しさがぎゅっと詰まったムースができました。クリームやミントなどをトッピングしていただきましょう。いただきます。バナナの食感が残っていて、ムースが甘くて濃厚で美味しいです。大人の方が召し上がるのであれば、ラム酒やブランデーを入れても美味しいです。トッピングも自由に変えて楽しんでいただけますよ。完熟バナナを使うと、よりバナナの甘みが感じられて美味しいですよ。皆さんもぜひ作ってみてください。